皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも私です。犬神家の一族、続きやってまいりましょう。ではスケキヨとニセスケキヨのやりとりが繰り広げられてますけど、どこでどういう風にして彼らがどう入れ替わったのか、そのあたりが明かされていってる感じですね。行きましょうか。こうして殺人まで起きたからには、明日には必ず強行されるだろう。そうなれば仮面のスケキヨが偽物であることが暴露してしまう。シズマくんはそこでジレンマに陥ったのですが、その時思いついたのがあの仮面を利用することだったのです。それを使って僕に一日だけスケキヨの役目を務めろと。役目と言いますがね、あなたはスケキヨくんそのものじゃないですか。それはその通りですが、あの時の僕は何を言われても彼に従うしかなかった。悪酒にでも酔ったようにまるで現実という気がしなかったのです。今思えば彼も同じように何かに酔っていたのでしょう。ふと気がつくと、シズマくんはどこからか日本刀を持ってきていました。彼は言いました。これでスケタケの首を落とせと。これもみんなお前の母親を救うためなのだからと。いや、それはあまりにも無茶苦茶な話じゃないですかね。犯行が残虐であればあるだけ、女に疑いはかからぬというのです。それが真実かどうかなど、僕にはどうでもよかった。母の犯行を告発させるわけにはいかないと。それしか考えていなかったのです。しかし後から思えば、その行為は僕の母を救うというよりも、自分の母親の呪いを果たすという意味の方が大きかったのでしょう。それであなた方はスケタケ君の首を切り落としたのですか。大変やって聞くけどね、首切り落とすの。あ、でもこの時代の人やから扱いに慣れてたとか。それから僕たちはお互いの元にいた場所に向かうことにしました。彼は顔を隠して柏屋へ、僕はあの仮面をかぶって離れの部屋へ。そして僕らは11月の15日から16日にかけて、入れ替わったまま過ごしたのです。なるほど、スケキヨくんがずっとマフラーで顔を隠していたことが、ここで役に立ってきているわけです。目だけ出している分には、シズマくんの、なんやね、潰れたってことやね。シズマくんの潰れた顔だって、誰にも気づかれる心配はありませんからね。まったく、なんという奇妙な話だろう。これはすべてが偶然だった。何もかも偶然の集積だったのだ。しかしその偶然を巧みに織り込んで、自分の望む筋へと導くなんて、シズマくんは相当の知恵を持っていたに違いない。その第一歩が、あの世にも奇妙な犯行隠蔽の。あ、そうです。ちょっと待ってください、スケキヨくん。お二人はお互いの居場所へ向かう前にやったことがありますね。ええ、スケタケさんの死体を処分したのです。シズマくんとあなたが別れる前に役割分担を決めたのですか。そうです。彼はボートハウスへ降りていって、ボートを湖水へ漕ぎ出し、僕は展望台からそこへ日本刀とスケタケさんの首なし死体を落としました。彼が沖を目指して漕ぎ去ると、僕はシズマくんの命令を実行しました。つまり、スケタケさんの生首を菊人形の首とすげ替えたのです。その後は屋敷の中に。はい、シズマくんから聞いた部屋へこっそり入り込みました。以上が15日の晩に起きた出来事なんですね。でも、切った後の首をね、よく血の滴りも残さず運んだもんやね。そうしてその翌日、16日に手形比べがあったわけです。あの手形比べこそ、僕にとっては致命的な盲点となったのですよ。人間の手形や指紋ほど確かな身分証明はありませんからね。まさかあんな大胆な手品が行われようとは思ってもみなかった。僕はあの顔の崩れた人物こそ、スケキヨくんだとすっかり信じ込まされて。
推理や道理をかき乱されたまま途方に暮れるしかなかったのです。スケキオくんとシズマくんは再び入れ替わることになっていた。二人はおそらく展望台の下で合流する予定だったのでしょう。その前にシズマくんが珠代さんの部屋に行くのはどうも不自然です。無用な危険を犯す以上何か必要があったとしか考えられません。まあだからあれやな、しずよさんが襲われてその犯人を追いかけるっていう名目で飛び出すってことかな。その頃はまだ助武くんのお通夜が行われていましたね。珠代さん少しよろしいですか。はい、何でしょう。珠代さんの不在は当然分かっていて忍び込んだのでしょう。ということは用があったのはあなたではなく部屋にある何かだ。心当たりありませんか。彼の隠滅したい証拠で部屋に置いてあると考えたものです。静馬さんが私の部屋で探すものなんて見当もつきません。そうですか。何かを探していたのだとは思うのだが、何か見落としているのだろうか。あの晩部屋に忍び込んだのが助清さんでないとしたら、逃げていった後に入れ替わったのですか。だって展望台で倒れていた人は顔が、そうです、顔の崩れた人物、あれは静馬くんということになります。彼が珠代さんの部屋から逃げた後のことは僕の想像ですがね。展望台の下で助清くんと合流し、素早く着物を交換すると、静馬くんは自分への強烈な一撃を食らわすよう強要したのでしょう。その後スケキオくんは倒れた静馬くんの顔からその後スケキオくんは倒れた静馬くんの顔から仮面を外した。それは追ってくる犬神家の面々に崩れた顔を見せつけるためです。つまり身代わりを使っていないという証拠を残すためだったのですよ。第一の事件はそんなところでしょう。それではスケキオくん、続いて第二の事件に移りましょう。さて、あなたが11月16日の晩にここを飛び出してからのことです。その後のあなたがどこに潜伏しておられたのかは知りませんがね。とりあえず11月25日には豊畑村にいたことが分かっています。つまりあの空き家になっていた旧宅に潜伏していたわけですね。あーで助友が来たってことか。まさか意図したのではないでしょうが、あなたはそこで助友くんと接触した。珠代さんを連れ込んでけしからぬ振る舞いに及ぼうとした助友くんを飛び出していって打ち倒し、椅子に縛り付けてやったわけですね。ええ、成り行きとはいえ大したものです。しかし問題はその後なんですよ。あなたは助友くんを縛っておいて猿蔵くん宛に電話をかけた。さらわれた珠代さんを豊畑村まで助けに来いという話だったんでしょう。珠代さんを助けに来た猿蔵くんが戒めを解くだろうと考えたわけだ。しかしここにも誤算があった。結果はそうはならなかったんですよ。猿蔵くんは助友くんになど見向きもせず、珠代さんだけを連れて帰ったのです。一発張っていったようですが、ともかく彼はその時まだ生きていた。助友くんがどうにかして縄を解くことができたのはしばらく後、おそらく7時か8時頃のことでしょうね。彼は脱ぎ捨てた服をまた身につけ、外へと飛び出したわけです。助友くんのモーターボートは、猿蔵くんが乗って帰ってますから。彼は猿蔵くんが旧宅まで運んだボートで、この家に帰ってきた。それがまあ、9時前といったところでしょうか。ああ、一回帰ってきたのか。金田一さん、なんでここまで読めるん？待ってくださいよ、金田一さん。それじゃあ何ですか。あの晩、助友くんはこの家に、ありがとう、立花所長。私と同じ立場で聞いてくれるんよね。なんでそういう推理に行き着くのって思ったもんね。そして帰ってきたにもかかわらず、殺されて、またあの空き家へ。わからん。
そんな行動はさっぱり理解できませんよ。立花さん、あなたもご覧になったじゃないですか。スケトモくんの肌には縄目のかすり傷がいっぱいついていた。あれだけの傷がつくにはよほど縄目が緩んでいたはずなんですよ。それなのに我々が死体を発見した時はどうでした。がっちりと小揺るぎもなく、スケトモくんの素肌に食い込んでいたじゃないですか。だからあれは後からまた誰かが縛り直した証拠なのです。そしてスケトモくんのワイシャツから外れたボタンもです。殺害時に亡くなったと思われたボタンは紗友子さんが持っていました。スケトモくんの殺害現場を見てすぐに倒れたはずの紗友子さんが持っていたんです。しかもあの人は豊畑村で正気を失って以来、旧宅へ足を運ぶような遠出はしていないんです。つまり拾ったのはどこか。ああ、そういうことか。じゃああの後、スケトモと会ったってことか。その、え？スケトモじゃあすごない。体力すごない。バイタリティすごない。スケトモ、あんなことがあって、猿蔵にぶん殴られて、のこのこと犬神家に帰ってきて、その足で小夜子さんに会ったってこと？だから僕はあの晩きっと、スケトモくんはここに帰ってきたと考えています。そしてこのお屋敷のどこかで殺されたと睨んでいるんですよ。それをまたスケキオくんが豊畑村の旧宅まで運んだということですか。そうだろうと思いますがね、その話はスケキオくん本人からお聞きしましょう。そうですな、どうして死体を戻したのか。いや、まずそれ以前の問題として分からんことがあるのですよ。豊畑村の旧宅に出たはずのスケキオくんがこの屋敷へなぜ戻ってきたのか、それをお聞きしたい。スケキオさん、ぜひともあなたの口からお伺いしたいんですがね。え？なぜ戻ってきたのかじゃないの？一応、いや、多分なぜ戻ってきたのかやと思うねんけど、知ってるでしょみたいな話でしょ。あれ、あ、途中で手を止めるとあんなことに。やっぱそうやね。あなたは豊畑村の旧宅からそのまま逃げることもできたはずです。普通に考えればむしろそれが正しい選択じゃないですか。わざわざこの家に来られたのはなぜなんです。ですから言ったじゃないですか、それは恐ろしい偶然だったんですよ。何もかも呪わしい巡り合わせなんです。豊畑村の空き地を飛び出し、空き家を飛び出した僕は二度とあそこに戻れなくなりました。スケトモに顔を見せはしませんでしたが、警察に風体は知られるでしょう。顔を隠した復員風の男など警察に追及されたらひとたまりもありません。その時まではこの湖畔を転々と移動しつつ潜伏していたのですが、もうそれもできなくなる。だったらいっそ東京に出ようと考えたのです。それに相当まとまった金がいる。もう帰ってこないならなおさらです。静馬君と金策を相談するため僕はあの夜ここへ忍んできたのです。僕が口笛で合図を送ると彼はすぐに姿を見せました。いつもの通りボートハウスで会ったのですが、東京へ出るという僕の提案を聞くと彼は大いに喜びました。あの男は前から僕を那須周辺から追っ払いたいと思っていましたから、もう完全に自分がスケキオとして生きていきたいからやろな。ところがそんな話をしている時に水門から何か物音がしたのです。あ、これがスケトモの帰ってくる物音かな。それはスケトモくんがボートで戻ってきた音だったのですね。ええ、水門が開かぬことが分かって小さく罵る男の声が聞こえてきました。それは確かにスケトモくんのものだったのです。驚いた僕らはボートハウスの窓からそっと覗いてみました。この帰り道よ。彼は塀を駆け上って屋敷の中に入ろうとしているところでした。
僕は佐智くんがもうとっくに屋敷へ戻っているものと思っていたのです。まさか猿蔵が戒めを解かなかったなどとは考えませんでしたからね。佐智くんはひどく取り乱した様子でボートハウスの前を通り過ぎました。よろよろと母屋へ向かう彼を僕らは唖然として眺めていたのです。そこまでは単なる見込み違いで済む話だったかもしれません。ですがそうはなりませんでした。闇の中に突如現れた腕が後ろから佐智くんの首に伸びたのです。それは一瞬のことでした。少なくとも僕にはそう思えました。おそらく紐のようなものを巻きつけたのでしょう。あ、じゃあ、あれか、犬神家の敷地内には入ったけど、さやこさんに会ったってわけじゃないねんな。その足でさやこさんに会ったってわけじゃなく、ただただってことね。すけともくんはろくな抵抗も見せずに、ぐったりして土の上へ倒れました。そして息を飲んで固まる僕らの前に、考察した人物が姿を現したのです。その人物はしばらくすけともくんの上にかがみ込んでいましたが、やがて身を起こして辺りを見回し、こちらに顔を向けました。その時僕は、その人物が誰なのか分かったのですね。分かりました。いえ、こちらへ顔を向ける前から分かっていたのかもしれません。それはまたしても母でした。ただし今度は無表情などではなく、その唇に恐ろしい微笑をたたえているのが分かりました。すごいよね、でも男の人を、背後からとはいえ、男の人を絞め殺すなんて。まあでも、佐智さん相当疲れてたんかもしれんしな。どういうことなのです、その恐ろしい微笑というのは。わかりませんよ。わかるはずがありません。しかし起こったことは明白でした。その行いが何のためなのかも。それはおそらく僕のためなのです。もう僕ではない僕の。確かにそのマツコさんの企みで利するのはシズマくんでしかない。なんと不幸な、なんと理不尽な運命の食い違いなのだろう。ようやく硬直が解けた時にはそこに母の姿はありませんでした。僕らは現場に駆けつけ、スケトモくんの体をボートハウスに担ぎ込みました。なんとか彼を蘇らせようと僕は人工呼吸を試みたのですが、ダメでした。何の手応えもなく、ただ時間だけが過ぎていきました。不在が長くなると怪しまれるので、シズマくんは一度母屋に戻りましたが、半時間ほどして彼は再びボートハウスへやってきました。その時には僕も佐智くんの死を認めるしかなくなっていたのです。彼は手にしていたいくらかの金と琴糸の切れ端を僕に渡しました。そして静馬くんは言ったのです。この死体をいつまでもここに置いておくわけにはいくまいと。その言葉はすでに提案ではなく、僕への退去通告、そして、母の身がどうなるか考えろという脅迫でしかありま、これさ、菊野さんからしてもたまらん話じゃない？なんか自分があんまりな仕打ちを受けたって、とはいえさ、自分の息子がそれを回り回って、なんかこんな脅迫まがいなこと、脅迫まがいっていうか脅迫やねんけど、なんかこんなことしてるってなると、なんか菊野さんとしてすごい複雑な気持ちになるんちゃうかなって思うね。うん。その琴糸の切れ端で佐智くんの死体を縛り直したのですか？そうです。もう一度豊畑村まで死体を運び、裸にして椅子に縛り付けろと。そうすれば屋敷ではなく旧宅で殺されたと思われるだろうから。彼は僕にそう命じました。わかりますよ、あなた方が何を感じどう思っているのかは。ただただん？ゆいゆいダクダクかな。
と刺激されて恥じない僕への不信と不甲斐なさでしょう。しかしその時の僕はそれに従う以外何ができましたか。これお母さんマツコさんって偽のスケキヨさんが戦争でこうなっちゃったんです、僕がスケキヨだよって戻ってきてそれを信じたってことか。偽スケキヨをマツコさんが慕ってあげたんじゃないんやね。信じてたんか。だからそのスケキヨのためにってことやね。あでもさ、わでも本物のスケキヨが生きていたのなら珠代さんはあなたを選ぶはずだったものって言ってたから、珠代さんとスケキヨが、まあ、そういう思いやっていたのではないかっていうのはお母さんは知ってたってことかな。でもしかしたら帰ってきたスケキヨが珠代さんとなんか仲いい感じじゃないから、あれこれもしかしてスケキヨえってちょっと偽物かなって思いつつみたいなことやったんかな。珠代さんは珠代さんでねえ、スケキヨ、偽スケキヨを本物かどうか疑ってるような節があったし、どうなんやろ。僕には僕の守るべき、守らねばならぬものがあった。いや、その時はまだあると思っていたのですよ。続けてください。僕らは佐智くんの死体を水門まで運び、閉じていたそれを開きました。そこには佐智くんが乗ってきたボートが繋いでありましたので、僕らは二人がかりで死体となった佐智くんをそのボートに乗せました。静馬くんとはそこで別れました。僕は豊畑村へとボートを漕ぎ出し、静馬くんは水門を閉めて母屋へ戻っていきました。それが彼を見た最後です。なるほど。それであなたはそれからどこでどうされたのですか。旧宅で言われた通り死体を処分し陸伝いに上那須まで行きました。それからすぐに東京行きの列車に乗ったのです。東京での暮らしについてお話しするようなことは何もありません。ただの空虚で無意であてもない日々です。きっとずっとそうして生きていくはずだったんです。自分でもそう思っていました。おととい、あの勇敢を目にするまでは、あとはあなたの推察通りです。ふむ、わかりました。そのままそちらでお待ちください。どこか底冷えするようなこの感じは肉体的な寒気によるものだろうか、それよりも精神的な底冷えが僕を一層震え上がらせている。鬼のようなマツコさんの所業も、スケキヨくんの置かれた運命の残酷さも、マツコさん、それではいよいよあなたの番ですよ。話してくださるでしょうね。ええ、話しますとも。私が話せば話すほど、可愛い息子の罪が軽くなるのですものね。ここまでにしよっか。こっからマツコパートや。ここまでにしましょう。ありがとうございました。